T さんのそのこの漫画のいいところ。そうですね。漫画じゃないのアニメ。いや漫画も含めて、ね、だからその作品としてのいいところっていうところで。あ、ただすみません、ちょっとあのビールがもうなくなってるんで。はい。これ1本目だったんで、ちょっと2本目いきます。早くな？毎回言ってます。いやなんかやっぱ好きな漫画アニメの話をしてると酒進んでいきます。うん。でこれをなんか美味しいものを食べながら動画に残して世に発信できるという喜びを僕はなんか最近思いましたなんか合法的に飲んでるみたいな感じなんで、これ体に悪くないとか、なんかいいことしてるみたいな、社会的に、なんかそういうふうに思えるようになりました。あの全然視聴者数少ないですけど、まあ、いいところなんですけど、僕はね、スパイファミリーをその漫画から見たときに、やっぱりその作品、さっき中澤さんが言ってましたけど、もうね、幸せな感じがこう溢れてるんですよ。うん、で、多分全年齢対象だなっていうのももちろんありますし、見てる人がみんな幸せになれるような作品だなっていうのを久々に思いました。で、遠藤先生が、作者さんが多分中休みぐらいの感じで書き始めた作品らしいんですよ、どうやら。あ、そうらしいんですよ。まあごめんなさい、これ本当かどうかわかんないですけど、まあ、それが現に今売れているという状況で、まさか俺漫画読んでる時はこんなビッグコンテンツになるとは思ってなかったんですけど。あ、そんなに売れる前から見てた、見てました。で、ジャンププラスでずっと1位だったんです、確か。その人気がで、まあ見てて面白いなって、もうなんか何も考えずに読めるなとか、こうね、やっぱり仕事とかで忙しい時に忙しいなっていうその気持ちをこう和らげてくれるような作品だなってすごい思っていて、その時はね、もちろん僕も助けられましたし、まあそんなことはさておき、まあ、僕の一番おすすめする理由はアーリアが可愛い、もうただそこにつける。作品は？いやいや、だからアーリアがいるからだよ。アーリアがいるから成り立ってるわけ。そういうことね。で、アーリア中心に回ってる話なんですけど、キャラも別にそんなに多くないし、キャラ立ちはしっかりしてるんですよ。もちろんロイドもそうですし、お父さんね、お母さんのその夜もそうなんですけど、この3人だけで話回せてしまう。でもその視聴者を飽きさせないようにワンちゃんをこう入れてみたり、弟を参加させてみたり、いろんな話をこういろんなキャラクターとの複合でこう展開していくっていう、その良さと、あとコミカルな絵っていうか、カジュアルな絵っていうか、すごい親しみやすい絵なんですよ。見にくいとかそういうことは絶対になくて見やすいし、あとおしゃれにできるなっていうのを当時漫画を読んだ人から思ってたんですよ。で、それがアニメ化されて、アニメを見たときにオープニングでめちゃくちゃ思ったんですよ。このオープニングするとすげえと思って、スパイファミリーのその幸せな感じっていうのをもうちゃんと再現してくれる、すごいいいオープニングだなと思って。で、ヒゲダンのミックスナッツって曲もめちゃくちゃ良くて、あっていうもうオープニングの色使いとか、ヨルさんがなんかこう映ってくるシーンがあるんですけど、そこの色使いが素晴らしいんです、本当に。で、まだ見てないっていう人がいるのであれば、もうぜひね、いつか見ていただいて、で、幸せな気持ちを享受できるなみたいな、ぜひね、日曜日とか、まあ土曜日とか日曜日の休みの日にね、こう朝から見ていただいたら、もう幸せな気持ちになって、翌日仕事に行きたくなくなります。そんな作品です。今、P さんに言われて思い出しましたけど、オープニングを見てくれと。はい。見るの忘れました。飛ばしちゃってました、イントロをスキップしちゃって。え、一気も一気もか。一気そう、ヒゲダンの。どっちも。何ですか。ストーリーが気になって、この、飛ばしちゃってた。オープニングをね、中澤さんに、見ててって言ったんですよ。ここで話すから。一旦忘れたと。忘れちゃったよ。それはね、本当に大罪です。スパイファミリー見てないのかな。あ、そんなレベル？そんなレベルですね。やっぱチェーンソーマンの時にも話しましたけど、オープニングってすごい大事で、で、僕いろいろアニメ見てるけど、やっぱオープニングの引きってあるんですよ。で、それが本当に、まあ、期待を裏切らなかったなっていうスパイファミリーって。それがめちゃくちゃありますよ、ね。やっぱりその。エンディングも星野源を使ってたりだとか、はいはい、あと
と2期のねオープニングも、バンプオブチキン使ってたりとかそれの声高田さんが焼肉が美味しすぎるっていうのをずっとオフで言ってるんですよ。いや嬉しいことなんですよ。垂れちゃう。